とりあえず、釣り始めましたけど、ダメですね。で、見える魚も全部傷んでますね。みんな白癬病気っぽいですね。バイトも全くないですね。一回だけちょっとバイトあったかな、ぐらいな感じで。こっち凍ってますね。結構大変かもしれませんね。現地の結構有名なアングラーの方が来てて、海の方なんですけど、一応、こちらの雑誌の方に出るみたいですね。はい。今日来たことが。トラウト雑誌じゃなくて、釣りの雑誌の方に出るみたいですけど、釣れないとね、もうどうしようもないので、ただこの寒さでどうかな。まあ、ポイントが全くわからないのと、ステインぐらいですかね。マッティじゃないですね。で、魚たまに見えるんですけども、ちょっともうかなり傷んでますね。で、ベイトフィッシュがいっぱいいますね。ちっちゃいのが。なので、本物食っちゃってんなって感じですね。放流もあんまりしないそうです。そんなには。で、全く情報がないんで、ポイントがわからないんで、ちょっと歩いて探すしかないっすね。まあ、魚いることはいると思うんですけど。まあ、ちょっと寒いんでね。桟橋。他の方も釣ってて、ちょっと今バイトがないって言われてて。なんすかね。ベイトフィッシュいっぱいいますね。はい。ちょっともうちょっと探ってみたいと思います。釣りの話になんないんで。